お帰りなさい、花。あなたがいない間に状況がいろいろと変わったのよ。はい、副会長から大体聞きました。なら話は早いわね。今回の事件で私は改めて男子たちの危険性を悟りました。そこで彼らを全員退学にしたいと思います。え、でも裏生徒会規約によれば3回の脱獄で退学だよね。彼らとて3度も脱獄をするようなバカではないでしょう。ということは別の方法で？彼らが学園にとって危険な存在であるということを学校側にも分からせるのです。まずは男子一人一人に問題を起こしてもらう。そうすれば世論が奴らを許さない。世論、つまり学園内の女子を全員敵に回したらいくら理事長でもかばいきれないってことか。そう、それが男子退学オペレーション DTO 作戦です。うわ、またしてもオペレーションの王と作戦がかぶってしまわれた。ここは訂正を求めるべきか。いや、しかし先ほどは瞬時にして自らの過ちを認め訂正なさった。私ごときがあれこれ言う前に迅速な対応をなさ。柳井会長。会長、オペレーションと作戦がかぶってますよ。さすが花ね。しばらく裏生徒会業務を休んでいたから鈍ってないか試させてもらったの。さすがです、会長。私ごときでは考えも及ばなかったことをさらりとやってのけられた。そういえば清のやつ一人でトイレ掃除してましたよ。ひょっとしてあいつはめられてるんじゃ。私も気づいたのですが、どうやら囚人内で仲間割れがあるようです。慎吾を中心に清を仲間外れにしているようで。なるほど、それは好都合かもしれませんね。誰かと恋ができるの、恋をしたとて縛り縛られ結局監獄はプリズンさ。トリプリズン愛のプリズン、逃げ出したいけどトリプリズン愛のプリズン、逃げられない。トリプリズン愛のプリズン、どこへ逃げたらって、世界は愛という限りない、心は愛という果てのない。プリズン、本日の作業はこれまで。皆プリズンに戻れ。はい。慎吾、話がある。一緒に来い。はい。あいつなんかやらかしたか。何されるんだろう。最近どうだ。え、まあ、清のせいでケーキが伸びて散々だな。はい。お前は最近よくやってると思うのな。清がバカな真似をしなければ数日後には出所して好きなものを好きなだけ食えただろうに。食っていいぞ。え、本当にいいんですか。うまいぞ。いい食いっぷりだな。ところで慎吾、一つ頼み事があるんだが。あー、さっぱりした。今日の晩ご飯なんだっけ。チキンカツ。俺気にしてないから。俺と仲良くするとガクトの立場がないもんな。だから今のまんまで俺は大丈夫だから。キヨシタの小生。よー、シンゴ、副会長なんだって。別に。
なんか口についてるぞ。てめえには関係ねえよ。お先でござる。すまぬ、すまぬ清太郎。今の詳細は諸葛孔明でも関雲長でもござらん。期待の裏切り者緑鳳仙でござる。ござる。ほう、小生の顔に反骨の層が出ているでござる。貴様ら何をよそ見している。あ、いや、そのすいません。タラタラしてんな。いっここ数日指導が厳しくなったでござるな。みんないいな。僕と慎吾君は何の音がめもなくて嫌になるよ。バカ、俺も結構腹にもらってるんだぜ。そうなの、いいな。あ、なんで僕だけ無知も蹴りもいただけないんだろう。てめえ、俺のアリたちを殺す気か。ぶっ殺すわ。ごめん、悪気はなかったんだよ。ごめんで済むか。てめえの命で償え。やめてよ。やめるでござる。ここで暴れてはいけないでござる。離せよ、クソ漏らしめられ。所詮クソは漏らしてもこの手は離さないでござる。落ち着けよ、副会長が来るぞ。どうだ、約束通り情報を持ってきたか。そうっすね。みんな少し苛立ってきてるかな。なんだその曖昧な表現は。うまいものを食わせてやるから奴らの情報を持ってこいと言ったが、その程度なら食い物はやらんし、お前にも指導を厳しくするぞ。でも3日くらいじゃそんなに情報を。そうか、ならさっさと帰れ。 100g1500 円の肉を食わずにな。あとそうだ、ジョーがアリの容器を倒されてすごい剣幕で怒ってました。アンドレのことを殺すっつって大変でしたよ。ほう、そうか、そこまでアリを。あっ、大丈夫ですか。鍋にその格好は危険なんじゃ。問題ない、よし食っていいぞ。いいんですか。うまいぞ。いただきます。シャブシャブくらいでいいのだ。シャブ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 もいら。あっ、校内掲示用の標語書き、お疲れ様です。これも仕事の一つですから。それで DTO の進み具合は。はい、慎吾は目論見通り我々の犬となりつつあります。指導も厳しくしたからあいつら全員ストレス溜まってきてるよね。逆にデブのアンドレの方は殴られないから辛そうだし。一方でジョーはペットのアリを偏愛するあまり内部でトラブルを起こすこともあるようです。そうですか。ストレスが溜まれば溜まるほど問題を起こす可能性は高まりますからね。ジョーのアリ飼育セットを取り上げますか。いいえ、もっといい方法がありますわ。ジョー君、昨日はごめんね。アリさんのお家壊しちゃって。いいよ、俺もあんなに怒って悪かったし。これよかったらアリさんに。さすがにカレーは無理だな。でもありがとう、気持ちだけもらっとくよ。ごちそうさまっと。おお、みんな外で鬼ごっこやろうぜ。いいね。鬼誰がやる。行こうぜ。待て待て待て。ジョー、何やってんだよ、早く来いよ。悪い、木曜はアリの散歩って決めてんだ、後で行くよ。普通に接しようとしても無視されるだけか。なんだか今日はカラスが多いな。ジョーを呼び出して時間を稼ぎ。わかりました。でもなんで。お前は言われた通りにすればいい。よしよし、渡辺も清武も仲良くやってるな。ほら、江川も入れてあげなきゃダメだろう。おいジョー、ちょっとこっち来てくれよ。なんだよ、まだ散歩の途中なんだよ。すぐ終わるからさ。裏生徒会の3人がこの時間に中庭にいるのも珍しいな。いや、午前中の数学の授業なんだけどさ、関数の公式で。公式？なんだよそれ。俺に聞かれてもわかんねえよ。
でもジョー数学得意じゃん。アンドレ殿、待ってでござるよ。だからこんな道で。ジョー君、アリがカラスに襲われてるよ。やめろクソカラス。止まれ。貴様何をする気だ。どいてください。カラスが俺のアリよ。あのカラスは会長が飼われているものだ。手を出すことは許さん。いいからどいてください。ならん。どけよ俺のアリ。アリたちが渡辺、川上、堀内。まったく裏生徒会に手を出すとは何事です。大丈夫ですか副会長。なんとか。たかがアリごときで副会長に怪我を負わせるとはとんだ野蛮人。脱獄の次は暴力沙汰ですか。これは重大な問題ですわ。どうしたの。なんか裏生徒会と男子が揉めてるみたい。あなたの処分は追って言い渡します。副会長、とりあえずこの男を懲罰房に。はい。てめえのカラスのせいだ。やめろ。ちょっ、会長お怪我は。大丈夫です。正気様。副会長待ちなさい。キヨシ、俺大丈夫だよ。ジョー、何も心配すんな。キヨシ殿。ジョー、貴様狂気を。違います。誤解です。狂気なんて。これは落ちていた木の枝に自分で刺さっちゃったんです。こんなもの軽く刺さった程度で何ともありません。僕の不注意でした。お騒がせ。